こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説おかえりモネの第8週第36話から第40話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。おかえりモネの第36話のあらすじは以下の通りです。第8週それでも海は、第36話は2016年の正月、モモネが実家に帰省している間に展開される物語であり、彼女が直面する新たな感情の波とともに家族や仲間たちとの絆が深まる重要な回です。今回はモモネの個人的な成長とともに周囲の人々の秘められた過去が明らかになり、ドラマが一層重厚なものとなりました。モモネは正月休みを気仙沼の実家で過ごしながらも気象予報士試験に向けての勉強を欠かさず続けていました。その一方で幼なじみたちが名郷ら家に集まってきたことで懐かしい気持ちとともに彼女は仲間たちとの再会を果たします。これまでの努力が実を結ぶかどうかという焦燥感の中で、モモネがどんな選択をするのか彼女の未来に対する期待が膨らみます。しかしドラマが一気に展開を見せるのは綾子に関する噂が浮上したことです。気仙沼本土で綾子が頻繁にある男性と会っているという噂が流れ、モモネはその情報を未知から耳にします。この噂が真実であれば綾子の人間関係が新たな波乱を呼ぶことは間違いありません。モモネと未知はその真相を確かめるために綾子を尾行し、彼女が会っていた男性が真嗣であることを突き止めます。このシーンではモモネと未知の探偵のような行動に思わず引き込まれますが、事実はもっと深刻でした。綾子が真嗣と会っていたのは彼の通院を支えるためだったのです。その優しさと献身に触れると、これまで綾子に対して抱いていた偏見が少しずつ崩れていきます。さらにモモネと未知が綾子と真嗣の会話を盗み聞きするシーンでは綾子の過去が明かされます。綾子が浩二に交際を申し込んだ際、浩二が口にした忘れられない人の正体がついに明かされました。その人物は浩二の初恋の相手であり、今は亡き真嗣の妻である南だったのです。この秘密がどれほど浩二の心に深く刻まれていたのか、モモネはその後に何を思うのでしょうか。このエピソードは家族や仲間たちの複雑な関係性が浮き彫りになり、人々が抱える過去の痛みと向き合う様子が書かれています。またモモネが自分の道を歩みながらも他者とのつながりを大切にする姿勢が際立つ回であり、彼女の成長とともにドラマが一層引き込まれていきます。モモネの未来がどうなるか、そして綾子や浩二との関係がどう変化していくのか、ますます目が離せなくなりました。新たな謎と感情が絡み合い、ドラマはますます深みを増していくことを感じさせます。おかえりモネの第37話のあらすじは以下の通りです。第8週それでも海は、第37話はまさに心を揺さぶる物語が展開されました。綾子と真嗣にまつわる過去が明かされ、その裏に隠された深い絆と痛みが浮き彫りになっています。この回は登場人物たちがどのようにして自分の過去と向き合い、そしてそれを乗り越えていくのかというテーマに焦点を当てており、物語の進行とともに彼らの成長と共感が書かれています。綾子と真嗣の関係がただの噂ではなかったことが明らかになります。真嗣が現在アルコール依存症を克服しようとする治療を受けている中で、綾子が彼の支えとなっていたのです。この事実を知った百音と未知は綾子の強い意志と愛情を再認識することとなります。真嗣の苦しみと綾子の献身に心を打たれる思いがしました。さらに真嗣の過去が語られることで物語に新たな層が加わります。真嗣はかつて最愛の南と共に家業を営み漁業に従事していました。2010年、彼と南は新しい漁船を購入し、そのお披露目を行うのですが、この船が後に悲劇的な運命を迎えることになります。真嗣は
家族や仲間たちとの未来を信じ、成長を誓っていましたが、2011年3月11日の東日本大震災がその夢を破壊します。津波により彼は漁船、家、そして最愛の妻を一度に失うという痛ましい出来事が彼の人生に深い傷を残しました。このシーンは、震災がいかに多くの人々に衝撃を与え、その後の人生を大きく変えたのかを感じさせます。信じが失ったものは計り知れず、その喪失感が彼をアルコール依存症という苦しい道へと追い込んだことがよく理解できました。しかし、それでも彼は立ち上がり、治療を受け少しずつでも回復しようとしています。この物語は、失ったものをどう受け入れ、前に進むかというテーマを力強く書いており、見る者に深い感銘を与えます。また、綾子の支えとなる姿勢も印象的です。彼女の優しさと強さが際立ち、家族や仲間を大切にする姿勢が本当に素晴らしいものだと感じました。綾子は過去の痛みを知りながら、それを他者のために生かしていく強い女性です。彼女の存在は、この物語における重要な支えとなっており、今後の展開にも大きな影響を与えることでしょう。このエピソードは、震災後の復興と心の再生、そして人々の絆が深まる過程を書いており、どこか希望を感じさせる内容となっています。シンジと綾子が背負う過去がどのように2人をつなげ、また今後どのように未来へと向かっていくのか、次回以降の展開が非常に楽しみです。おかえりモネの第38話のあらすじは以下の通りです。第8週それでも海は、第38話は、東日本大震災の後遺症が色濃く残る中で描かれる、人々の心の葛藤と再生をテーマにしています。この回では、何気ない日常に隠された重い過去が少しずつ明らかになり、登場人物たちがどのようにその痛みを背負って生きていくのかが力強く表現されています。シンジの行方不明という衝撃的な展開で物語は始まりますが、彼が見つかる場所は意外なものでした。彼がいたのは、震災前に家族と共に暮らしていた家の跡地。そこには、過去を引きずるシンジの姿があり、泥酔した彼をコウジと辰巳が必死に名古屋家へと連れ帰ります。このシーンは、震災による喪失と、それを乗り越えようとする人々の苦しみを象徴しています。シンジが過去を振り返り、失ったものに対する悲しみを抱えている一方で、コウジは何とか彼を立ち直らせようと必死です。2011年10月、震災から半年後のシンジに対して、コウジは新たに漁船を購入し、海に戻ることを提案します。漁師としての誇りを取り戻し、再び海で生きることこそが、シンジの心の癒しになると信じての行動です。しかし、状況は容易ではありません。シンジが隠していた借金が発覚し、銀行の調査によって漁船購入のための融資は却下されてしまうのです。この出来事は、コウジがいかに苦しい立場に立たされているかを物語っています。家族を支えたいという気持ちがあっても、現実は冷徹で彼の努力は虚しく打ち砕かれます。また、辰巳の言葉が重く響きます。シンジはすでにお手上げの状態だ、漁師は意地で生きている。この言葉には、漁師という仕事がただの職業ではなく、命を懸けて生きるための意地が必要だという現実が含まれています。シンジの心情がどれほど複雑で、また漁師としての誇りがどれほど重要であるかを痛感させられます。時代背景として、2011年の東日本大震災から半年が経過したこの時期、復興の兆しが見え始める一方で、多くの人々がまだ心の中で震災の傷を抱えています。シンジの姿は、そのまま震災後の日本が直面した精神的な回復の困難さを象徴しており、どれだけ支え合っても、癒されるには時間がかかるという現実が浮き彫りになります。おかえりモネは、震災という大きな出来事がどれほど人々の心に深い影響を与え、そしてそれを乗り越えるためにどう向き合っていくかを書いています。シンジが過去に何を抱え、どのようにその痛みを乗り越えていくのか。
そしてコージが彼をどうサポートするのかが今後の展開に大きな影響を与えることは間違いありません。おかえりモネの第39話のあらすじは以下の通りです。第8週それでも海は第39話ではシンジの心の葛藤が深く書かれ、震災後の傷を抱えながらも向き合おうとする姿勢に心を打たれます。前回のエピソードでシンジが行方不明となり、その後震災前に家族と共に過ごしていた家の跡地で泥酔した状態で発見された場面から、物語はさらに重厚な展開を見せました。シンジはただの酔っ払いとして書かれていたわけではなく、その裏にある心の闇や葛藤を語り始めるのです。シンジが心を開いたことで明らかになったのは、息子のリョウの成長を一緒に喜びたかったという深い思いでした。漁師として成長したリョウがメカジキを大量に揚げ、その成果を心から誇りに思いながらも、誰ともその喜びを分かち合えない孤独に苦しんでいたのです。その心の奥底には震災で妻の南を失い家族を失った喪失感が色濃く残っていました。シンジのこの言葉には、父親としての誇りとそれでもなお過去にとらわれてしまう悲しみが垣間見えます。そしてその心の支えとなったのが彩子でした。彩子はシンジに対して病院に行くよう説得し彼を支えてきました。シンジが病院に行く決意を固めたのも彩子の励ましがあったからこそです。しかしコージは冷静にこう言います。それでもシンジは過ちを繰り返すだろうが、前に向かってくれればそれでいい。過去を乗り越え未来を見据えようとするその姿勢には、どんなに辛くても前に進むことの重要性が込められています。時代背景として、東日本大震災から5年が経過したこの時期、復興の兆しが見え始めるものの、心の傷は簡単に癒えるものではありません。シンジが抱えているのは物理的な損失だけではなく、家族との絆が断ち切られてしまったという深い孤独です。このエピソードは震災を経た日本の多くの人々が経験した心の傷とその再生を書いています。シンジの迷いと葛藤、そしてそれを受け止めようとする周囲の人々の温かさが、このエピソードをさらに深みのあるものにしています。漁師として生きるという誇りと家族との絆を再び結びつけるためには、時間とともに変化し続けるものを受け入れなければならない、そんな葛藤が登場人物一人一人の心情に織り交ぜられて書かれているからこそ、物語はさらに引き込まれていくのです。シンジの心の旅路はまさに復興の象徴でもあり、希望を失わずに前を向く力強さを示しています。おかえりモネの第40話のあらすじは以下の通りです。第8週それでも海は第40話では登場人物の成長と新たな決意が鮮やかに書かれています。特に心に残るのは彩子の言葉がもたらした影響と百音の新たな決意です。前回のエピソードではシンジの心の内が明かされ、家族や友人との絆が再確認されましたが、この回では百音と彼女を取り巻く人々の未来への展望が広がります。まず百音が気象予報士の勉強をしている傍ら、幼なじみたちが集まって人生ゲームを楽しんでいるシーンが書かれています。この何気ない日常の一幕が物語の中で非常に大きな意味を持ちます。人生ゲームを通して彼らがどんな未来を思い描き、どんな目標を持っているのかが浮かび上がります。特に百音がどのような未来を選ぶのかが大きなテーマとなっており、彼女の周囲の人々の存在が彼女の人生にどれほどの影響を与えるかが強調されています。そして彩子の言葉が百音に与える影響は計り知れません。彩子は百音と道に向かって自分の好きなことをする人生を送ってほしいと語りかけます。この言葉は彩子自身が正代からかつて受けた言葉でもあり、その重みが一層感じられます。正代の死後、彩子はその言葉を胸に自分の人生を貫いてきました。それを今次の世代に伝えようとしているのです。このメッセージには何かを好きで続けることの大切さ、そして人生に対する真摯な姿勢が込められており、
視聴者としても深く共感できる部分です。また百音が登米に戻る前日の海辺でシンジが見せた姿も印象的です。シンジは寮の出港を見守っているシーンで、過去の喪失から少しずつ立ち直りつつあることが伝わってきます。寮の成長を見守る父親としての姿勢は、彼の心の中で少しずつ家族や仲間たちとの絆を再確認する重要な瞬間となっています。そして百音は登米に戻った後、迫る気象予報士の試験に向けての決意を新たにします。菅波に必ず合格すると宣言した百音の姿勢には、綾子の言葉を胸に今後の人生をどう歩んでいくかという強い意志が感じられます。この決意こそが百音にとっての新たな一歩であり、今後の成長を予感させるものです。この回を通して登場人物たちの未来に向かって進んでいく姿勢が書かれ、彼らが自分の道を見つけることが物語の大きなテーマであることが強調されています。時代背景としては震災から立ち直る過程が続いており、過去の傷を乗り越え前に進んでいく力強さが映し出されています。百音の成長とともに彼女を支える人々の存在がますます重要になっていくことでしょう。この物語がどのように展開していくのか、ますます楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。